マイケル・リケッツはイングランド・バーミンガム出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。ウォルソールでプロキャリアをスタート。90試合に出場し15得点を記録。2000年7月40万ポンドでボルトン・ワンダラーズ FC に加入。エースとしてプレミアリーグ昇格に大きく貢献。 自身初のトップリーグでのプレイとなった2001から2002シーズンは2月までに15得点を挙げる大車輪の活躍。それがスベン・ゴラン・エリクソン監督の目に留まり、オランダとの親善試合で代表初キャップも記録するなど飛躍の年になった。2003年1月、突如引退を表明したアレン・ボクシッチの穴を埋めるべくマルコム・クリスティ。 クリスリゴットラと共に350万ポンドで、ミドルズブラへ完全移籍しかし、ボロでは、本来の輝きを失い32試合で3得点と、首脳陣の期待を大きく裏切る、不本意な結果に集結した。一方で、フットボールリーグカップでは決勝において、フルスボルトンに勝利するなど、因縁深いシーズンでもあった。2004年6月、 リーズユナイテッドにフリートランスファーで入団。加入早々アピールに失敗し、ストークシティ、カーディフシティ、バーンリーとローン遺跡を繰り返した。以後、幾多のクラブを流浪し、2009年8月に、ジョン・バーンズが監督を務めるトレンメア・ローバーズに加入。12試合に出場し、得点を挙げ、2010年1月21日に、相互の同意によって契約が解除された。 以後、クラブには所属していない。この項目は Wiki プロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。